こんにちは。こんばんは。おはようございます。ゴスケです。今日はあれをしようかな。24分の24フルスケールモデルのおもちゃみたいなの、あのブログの記事をちょこっと書いたんだけど、まあ、その話をします。僕らがよく作ってたプラモデルって24分の1が多かったと思いません？まあスケールがね、車とかが多かったんで、あのいわゆる24分の1っていうのがちょうどいい大きさっていうかね、作りやすい大きさなんで、なんか24っていう数字がとっても頭に残ってますけど、うん、単車とかだともうちょい大きいサイズのが多かったかな。同じスケールで横に並べたかったりするとちっちゃいので作んなきゃいけないんだけど、単車はもうちょっと大きいスケールのが多かったような気がしますね。12分の1とか6分の1とかなんかでっかいのもあった気がするけど、うん、何が言いたいかっていうと、24分の24ってことは1分の1で実物大ってことじゃないですか。ああ、でもこれタイトル違う方がいいな。まあいいや。で、うん、要は実物大のプラモデルみたいなおもちゃみたいな感覚でね、あのうちにあるエイプ君を次男坊と一緒になんか最近ちょこちょこっといじり始めたら楽しくなっちゃって、でもね、俺がやりたい形っていうのと、あのやつがやりたい形とかっていうのは全然違うから、俺のバイクじゃないんで、あの俺の好き勝手にはできないんだけど、まあほら、自分でできないこととか分かんないことは教えてあげようなんて思って、まああとは自分でやんなみたいな感覚なんだけど、面白くってね、やっぱりこう、なんていうのかな、手軽にカスタマイズできる、またカスタムするいろんなハードルが低いものって楽しいなと思うんだよ。まあ散々今までね、僕の人生で散々いろんなものをいじくり倒してきましたけど、まあ、でも好みとしては散々いじくり倒していろんなことをやってんだけど、知らん人が見たらノーマルっていう、なんて言うんだろう、そのいぶし銀じゃないですけど、こうやってんだけど機能的にもぐんと上がってるんだけども、でも見た目は派手じゃないというかね。あ、まあ根底にはそのなんだろうね、羊の皮をかぶった狼的なね、ものが、なんだろう、あの侍的な、なんだろう、ちょっとうまく表現できないんだけど、あんま派手さは求めてないんだよね、見た目は。僕はね。うん、で、なんだろうな、そんな写真を、このブログと、ブログもね、いい加減ずれてたりするんですよ。最近ちょっと会い始めてるんだけど、要は作ってるものをこうね、紹介してるわけじゃない。最近全然新しいもの作れてないんだけど、でそろそろこれが出ますっていうのを書いて、ね、でなんかああだこうだ書いたりするんだけど、それが全然リンクしなかったりするんだよね。あのブログがどんどん遅れてっちゃう事象が多かったりするんで、今回もだからこれ今喋ってることとブログの記事でちょっとずれちゃってるんだけど、そのブログにこの動画を貼ればいいんだけどね。うん、いいんだけど、ほんでまたそのバイクの話してるんだから、そのバイクを目の前にして話しゃいいんだけど、思いついたんで話しちゃってます。うん、もう暗くなっちゃったしね、外でね、ああだこうだ、ああ今度やろうかね、今度そんなもんやってみようかなと思います。だから僕の愛車のね、忍者ありますけど、あれも極力外装であるとかカラーリングはとかカウルとかなんかちょこちょこっと変えてあったウインカーとかもノーマルに戻して、知らん人が見たらノーマルに見えるんだなと思うんだけどもね、やたらでっかいラジエーターがついたり、あのカムを変えてみたり、キャブレターが違ったり、タイヤもぶっとくしたり、でもあの車外のホイールとかじゃなくて純正流用で、あいつより排気量のでかい
新しいねバイクのホイールに変えたり、スイングアームなんかもなんかドーンと派手なんじゃなくて純正にちょっとこうなんていうのかな、こうスタビライザーって言わないか、あの補強のバーを入れてみたりとかね、で色もブラックアウトでにしてみたりとかね、まあまあいろんなことやってますまあまあいろんなことやってる。でたかがパイプ、たかが冷却水のパイプとかでも、まあ普通にあの耐圧のホースでいいんだけども、そこがチタンのパイプに変わってたりとかさ、ブレーキのパイプが変わってたりとかさ、パイプじゃねえよ、ブレーキの径が変わってたりとかね、でもまあそんなに派手じゃないものでみたいな、あの単車自慢してるわけじゃないんですよ、話は全然違うところに落ち着かせようと思ってるんだけども、なんていうのかな、そういうこういう遊び、そう車も散々やったしね、でも車に比べればバイクはねぐーんと値段がそういう改造するにしても安いし、そもそもタイヤに2つだしね、 4つないし、やりやすいかな。バイク車はお金かかったな、とんでもなくお金かかったな、今まで俺は一体そこら辺にいくら使ったんだろうって計算するのが恐ろしいですけど、で結局今その車たちは手元にないわけで、それが無駄だったかっていうと決してそうは思わないんだよね。うん、一時ねノーマルパーツは全部取っといてなんて、でノーマルに戻して売ってとかね、まあ最近はそのフルノーマルの車両とかっていうのがものすごい高かったりするんで、今だったら俺ノーマルパーツ何か新しいことを始めるんだったら取っとくかもしれないななんて、フルノーマルの車両買うならね思ったりもするけど、でも逆にねそういう改造したもの、チューンアップしたものがこうある程度こう価値として認められてるところもあるしね、うん、そう、そういう遊び心をいろいろ遊んで、そこで想像するだけじゃなくてね、実際にこういろいろやって切って貼って削って塗ってね、見て感じて使って、で何だろう、それと人とコミュニケーションをしてっていう、そういうものの中からこういうデザインであったりとか形だったりとか機能みたいなものっていうのは全く関係ないようなに感じるけどね、全くこういうゼロみたいなところから作るんだったら、うん、あるんじゃないのかなって、なんか無理やりねこのこじつけてるような気もするんですよ、自分の趣味をね、あれは正しかったんだってでもなんかこういうものをゼロからものを作っていくわけじゃん、何もないキャンバスにものを描いていくようなものじゃない、そこにはやっぱりその過去にやってきたこととかそういったものっていうのがやっぱりにじみ出てくるんじゃねえのなんて思ったりするんだよね。だからたくさん遊んだ方がいいんだよ無駄金なんてないって思うよ。まあ物を作るならね、物を作る仕事をするならば、そういった経験っていうのは、うん、決して無駄じゃねえかななんて思ってます。まあじゃなかったらやってらんねえよなんて思ったりもしますけどね。うん。よいしょ。ああもう一個思いついたな。これは言っとかなきゃなっていうちょっとおこごと的な。まあそれは次の動画にするとして。そうあとはね、まあまあこのねこのそういうバイクいじりでちょっと思いついたことを。話をしてるんだけどね、なんてことないんだよ、あのフェンダーを変えたりライダーを変えたぐらいなんだけど、うん、思うことはその
マニア、マニアだよね。マニアとかオタクと言われる方々って俺はもう最高だと思うよね。もうそこにドーンとこうフォーカスするわけじゃん、集中してるわけじゃん。そこに対するこのエネルギーとかね、知識とかっていうのはそれこそいろんなものに、なんかものを作る際にね、そういうものがベースになってればとってもいいものができるんじゃないかななんて、うん、そんな風に思います。なんか切れ目なくずっと喋ってるでしょ今回は。よいしょ。はあ、終わらんちゃ。まあまあてな感じでございました。ちょっとねさっぱりめの動画にしましょうかね。そう、10分ぐらいの動画がいいんだと思うんだよ。でもね、長いのを求めてる方も多いんだけどね。うん。てな感じで、まあ、今回の動画は終わると思います。じゃあね、バイバイ。もう終わっちゃったって思ってる。バイバイ。